なんかね、正直、こんにちは、エルビアン TV。エルビアン TV のレイアンと、ゆです。今日はなんと久しぶりに、お酒企画になります。やったぞ。今回、お酒をね、久しぶりに飲みたいねって話になって、お酒を飲むことになったんですけど、で何を取ろうかみたいになった時に、実はこうお互いに企画を準備してそれをやろうみたいになって、まだお互いが何の企画を準備してるかね、言ってません。はい、ということで今から飲みたいと思います。レッツスタート。エルビアン TV。 やばい、いっぱいだ。はい、乾杯。乾杯。本日のお酒はこちら、私の一番今のところ好きなお酒で、キティです。はい、ということで今日は私は何を準備したかと言いますと、まあね、酔っ払ってからね、ちょっといい感じにしようかなと思ってます。いい感じにしようかな、そういうこと。この動画とかを見たことある人とかは知ってる方もいるんですけど、私すごくお酒弱いんですよ。弱いんだけど、なんか物によっては飲める時もあるし、全くもう一口でダメってお酒もあったりするんだよね。で、ということで、あの本日の企画は、彼女に本音を聞いてみたい。イエーイ。なんかさ、酔っ払うとさ、人って本音とかをさ、言いやすいって聞きたくなるって言うじゃん。うん、やばいんだけど、もうやってきたんだけど、やばない。やばくない？一口しか飲んでない、見て、俺しか飲んでないのに。え、酔ってくる、どういうこと？なんか、わかる。ごめん、一口で酔ってる人の感覚あんままだつかめない。私はちょっと知らないからさ。実際もうすぐ付き合って3年じゃん。酔わせた勢いでね、本音を今日は聞こうと思うんだけど、ぶっちゃけ結婚についてどう思ってますかという。ほー、ちょっとさ、ね、ほら普段話さないじゃない、意外と。こう朝起きてさ、寝起きでさ、おはよう、結婚ってどう思ってるって聞かないじゃん。ありがたいことにうちらさ、動画こうやって撮ってるから、企画とかで普段聞かないことを企画にして聞くとかね、できるっていうのもあって、うん、今日聞いてみようかなって思うんだけど、どう？結婚したい？まあ、結婚ってものはないんだけどね。なんかね、正直結婚に対してそこまでこう執着がなかった。それって相手が女性だからっていうのは関係なくて、男性と、どうした？何何何？やばいやばい。男性女性とか関係なく、結婚に対してそこまで執着がない。だからレイと付き合った時とかも、実際結婚っていうのはそんな考えてもない。ずっと一緒にいたいっていう感じ。ずっと一緒にいる延長線上で結婚っていう、まあ、形があるかなっていうのは。もうちょっと飲んだら？ん？もうちょっと飲んだら？酔っ払ったから本に聞けるやろ。ほら、もっと飲みなよ。え、じゃあさ、結婚しないの？結婚っていうのはそんな執着ないわけ。結婚したいっていうのもそんななかったの、うん、もうなんかレイちゃん手怪我した時あるじゃん、うん、その怪我した時に救急に連れてってさ、うん、コロナだったからさ、本当に受診してる人以外は待合室にいないでくださいみたいな状態だったじゃん。私はずっとレイちゃんの姿を見ずに、もう何時間も車の中で待ってたんだけど、で、いろいろ車の中で待ってる時に考えたの。なんか本当に不安で、ああまた聞いてないでしょ、本当にその話。聞いてるよ、だって映画を持ってきた企画だよ。あんた持ってきたくせに聞いてないでしょ。そう、聞いてるよ、ちゃんと。聞いてないなんて失礼なこと私しないよ、そんな。なんかすごい不安で、あ、なんかまだ若いし、別に危ないことなんて何もないだろうみたいな、うん、そういう考えのもと生きてきたけど、うん、でもそのレイの大怪我したことがきっかけで、うん、いつ何時何があるか分かんないかもしれないから、うん、もしレイが大きな事故になったとしても、うん、自分はすぐ駆けつけてあげられない立場の人間じゃん、今の状態だと。そうだね。すぐ駆けつけてあげられないっていう、うん、今の立場が不安だなっていうふうに思った。ああ、いや、あなたに言ってんだよ。あなたに言ってんだよ。聞いてるよ、本当に。うん、じゃあいつ結婚するの？なんで寄ってないの？寄ってないよね、ボウボウ。レイちゃんは？寄ってない。いつ結婚するの？え、なんかそれさ、レイが病気になってさ、病院行けないの大変だってなったんでしょ？笑うとこあった、そこ。ごめんなさいね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 。
さ、あの行けないなったでしょ、病院行けないなったじゃん、病院行けないなった、じゃあ行きたいなったでしょ、うん、あなた行きたい話でしょこれは、うん、私病院行きたい話よね、ねねねね話聞いてる？あなた病院行きたい話よね、だからあなたは病院に行きたいやろ、うん、じゃあいつ病院行くために結婚するんですかって聞いてんの。同性婚があったらしたいって思うけど、うん、だからパートナーシップをしたいっていうのは思わなかった。でも思ってなかったんだけど、そのレイちゃんの怪我がきっかけで、うん、あのパートナーシップって、うん、なんかそういう時に必要なのかもしれないなって思ったから、うん、したいなって思った。でいつするかって、うん、マジ、うん、だってさ明日引かれてさピーポーピーポー連れてかれてさ、うん、病院入るでしょ、うん、で入って来れないよ見舞い、じゃあどうするだ、じゃあ下出しに行こう。急すぎ笑った。びっくりした。あそうじゃなくて、うちゃん的にはそうやってきっかけがあったわけでしょ、うん、ってことはさ、考えてはいるってことなんですかということですかね。はい、そうだね。つまりあの私はする気は今までなかったし、まあ、いろいろなかったんだけど、パートナーシップとかもなかったんだけど、うん、でもレイちゃんの怪我がきっかけでパートナーシップを組もうと思った。ってことは皆さん聞きましたか、この女は結婚する気があるようです。プロポーズどっちがする？じゃあこれもあれで言っとく、せーのってやつ、せーの結婚しようってやつ。あじゃあごめんねバージョンだね。そうだよ、やばい。じゃあ離婚するときもせーの離婚しようっていうの。あーパートナーシップか。でも結論したいっていうこと。いやでもね、こうやって私はいつすんのみたいなこと聞くけど全然そこまで思ってないよね。なんか今じゃないかなとはちょっと思ってる部分も、まあ、なくもない、うん、でもいつでもいいけど、いやなんか怪我ので煽られた、うん、まあ、そうね、今しようみたいになってるし後悔することもないと思うし、別に今しなかったからって後悔するわけでもないよね。つられたね。まあということでこれからもよろしくや、よろしく。テレビアンカップル。まあ私のね今回の持ち込みは酔っ払った勢いで彼女の本音を聞いてみたということだったんですけど、普段聞く機会がやっぱりあんまりないし、やっぱちょっと重たい話題ではあるじゃない、どう思ってんのかなと思ったので今日は聞いてみました。皆さんはどういう風に考えてますか？確か、まあ、私たちだけだとねやっぱり周りがそんなに多くないので、まだ実際よくわからないっていうのが本音です。確かに。はい、ということでね、この動画が良かったらチャンネル登録してください。高評価お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。